んにちは。2020年5月30日です。稚内宗谷岬からオホーツク海側を南下いたしまして、猿払まで走ってまいります。これは宗谷丘陵の写真です。ホームページに見ますと、宗谷丘陵について、宗谷岬の裏手にあるなだらかな丘陵地帯ですということです。氷河時代に形成された周一系は北海道遺産として設定されています。またこの丘陵には57基の風力発電施設、施設がありますということです。そしてこの中にはフットパスもあるということです。フットパスとは何かということで、これ調べてみましたら、イギリスで発生したと。で、歩くと楽しむための道であるということです。長いものでは160キロもありますよということで、川や丘などいろんなところを歩くというのがこのフットパスだということです。で、この宗谷丘陵にもこのフットパスがありますよということです。で、このフットパスにはホタテの貝とかが引き詰められたところがあるということなんですが、どこにあるのかちょっといまいち、わかりませんけども、あるんでしょうね。綺麗だなということで、見てまいりました。車の方の交通量なんですけども、だんだん増えてきましたね。土曜日なんで、結構皆さん車走って始めました。多分どこから来てるのか分かりませんけども、自粛しながら皆さんドライブを楽しんでると思います。天気がいいんですよ。土日が天気が最高いくとですね、気温も高いですね。なんで、もう出歩くのは最高の季節です。北海道は最高の季節ですね、今。車の中はエアコンを使わなきゃいけないんですけども、外へ出たらもう日差しは強くなりますし、空気はきれいです。風がちょっと強いだけですけども、いいですね。ですから皆さん、こう、ドライブに出てきてるんじゃないかなというふうに思います。私の場合はいつもマイペースで走らさせていただいてるんですけども、多分明日、今日は土曜日ですけど、明日になったらかなりの、車が出てくるんじゃないかなというふうに思います。明日は帰るんですけども、帰り道だんだん札幌に近づいてきますと、多分ものすごい車がの量だと思います。明日はですね、富良野の方に入ってみます。富良野の観光地帯、富良野は美瑛ですね。美瑛の一般的な観光名所をぐるっと回ります。多分美瑛だけ回っただけで1日かかってしまうので、それで終わりということで、また富良野の方はもう一回出直して、改めて来ようかなというふうに考えております。久しぶりの明日は美瑛です。そうですね、美瑛ですね、に行ってみようかなというふうに思ってます。綺麗な道ですね。左側が海で本当にいいですね。これはですね、宗谷岬から出ました。この左側の三角形の四角い、ドライブインが有名なドライブインです。皆さんここで、いろいろ物を買ったり食べたりということです。ここを過ぎますとこのような風景になります。ここをどんどん走っていきます。もう宗谷岬を過ぎたもんですから、あとはオホーツク海側をずっと南下して、今日は猿払道の駅まで、走っていきます。猿払道の駅で、一休みしまして、コーヒー飲んでというパターンをしようかなというふうに思ってます。もうこれは夏の空ですね。気温も結構高いんですよ。25度ですね。25度にもなってます。で、車の方は外気温が18度を超えますと、もうエアコンつけなきゃダメなんですよ。なんで18度を超えたら段階でコンプレッサーのスイッチを入れます。で、あとは適当に冷やしてくれという、ことですけども、久しぶりの本当に夏日ですね。今まで頭の中ではここは冬のイメージしかなくてですね、アイスバーンの道だという、吹雪ですごいとこだというイメージだったんですけども、やっぱり夏の北海道宗谷岬、いいですね、この辺は。右の方はまだ、ちょっと茶色っぽいんですけども、これからだんだん緑が濃くなってきます。これから内陸に入りますと、本当の新緑ですね。これからずっと美瑛の方まで走っていくんですけども、この次の動画になるかもしれませんが、そうなってくるとかなりの緑です。
出来たての綺麗な緑ということになります。何もない道なんですけども、この道もいいですね。なかなかこのオホーツク海側、サルスまで、サルスから向こう、下の方にもずっと走っていけるんですけども、知床までつながってるんですけども、なかなかこの道も飽きない道ですね。左側に海を見ながらキョロキョロしながら右側を山を見て、というルートです。車もいませんね。あまりこの辺来ると本当に車いないですね。でも札幌近くになりますと結構な車ですね。ですがこの田舎というか地方は本当に車がなくて最高にいいですね。ただスピードを出さないでゆっくりキョロキョロしながら行けば走ればいいということです。それからあのスープラですか、あのトヨタの、スープラ見ましたね。あのクラスで乗っちゃうとものすごいスピード出すと思うんですよね。スープラの4気筒と6気筒はあるんですけど、見たのはちょっと分かりませんけども、多分6気筒のスープラに乗ってるんじゃないかなと思うんですけども、なかなか素晴らしい、形をしてました。サルフツの道の駅に、止まりましたら スープラが来たんですよね。これどっかですれ違ってるんですよね。あ、スープラいるなと思っていたら、案の定私と同じようなところを走ってて、サルフツと道の駅でスープラが来ました。お話をせず遠くから眺めて、おすごい車だぞということで見てますね。新しい設計思想に従った、なんだかっていう、ゴアでなくて G セグメントじゃないです、なんだかっていう新しいシャーシーですね。で、BMW と共同で、作ったということで、素晴らしい、出来です。さすがトヨタですね。よくあれだけの曲線をプレスで出しますよね。プラスチックだと できるんですけども、でも全部プラスチックじゃいかないもんですから、当然鉄板で造形してるところがあるんですけども、あの曲線よくプレスで絞り出しましたねという感じです。バンパーあたりは全部プラスチックでやるんですけども、フェンダーあたりは全部鉄板ですので、よく曲げたなというふうに感心するような、形です。車はですね、私は好きなんですよ。いろいろ車は大好きです。あまりいろいろ言わないようにしてます、けども、ドライブも好きですけどね、車をこういろいろ作るっていうか、いろいろ考えるのもいろいろ面白いものがあります。特に今の車の技術はすごいですね。ほとんどがエレクトロニクスの電気関係のあれになってきてますね。ですので、これからは電気関係といわゆるコンピューターと AI との融合というふうになってくるんじゃないかなと思います。私の時の時代は別に科学的にこうだ、物理的にこうだ、設計はこうだっていうふうに言ってるんですけど、今の最新のあれだと全てある程度電子的に AI でコントロールしてるみたいですね。ですので車のシャーシーの基本性能がどうのこうのというよりも、電子制御で、その辺の弱いところは補うという形をとっているみたいです。私乗ってるこのキャラバンでさえトラクションコントロールがついてますからね。トラクションコントロールは非常にいいですね。二輪駆動で駆動弱いなと思ってたんですけども、滑った方のタイヤにブレーキをかけてくれるんで、いわゆるデフが直結になった状態を作ってくれるんで、冬道結構滑っても脱出はできますよね。さすがだなと思います。今までだったら片側のタイヤがガーッと空転してしまって終わりということなんですけど、トラクションコントロール働きますんで、なんとか深い雪からも脱出もできてます。これはですね、サルフツですね、道の駅到着いたしました。ここも風の強いところですよね。で、車が1台か2台しか止まってませんね、この辺来ますと。で、スープラは出ないんですけども、いいなと思って車の中から見てました。その乗ってる方も盛んに新車なんでしょうね。写真撮ってましたね。非常に
車が少なくてバンバン走ってくるので、いいなと、いい天気にいい車、最高のロケーションで走ってきたのが来たんじゃないかなというふうに思います。それからオープンカーも結構見ますね。あのジープのラングラーかなんかのジープのオープンタイプですね。あの屋根を取れるんですよジープ、で、それで走ってる方もいらっしゃいました。ジープの屋根取れるっていうのいいですね。夏の間屋根取ってオープンカー気分で走って、それ以外をまた屋根をつけると、あれ FRP で確かあのビルトイン方式でつけれたと思うんですよね。まあそういう方もいらっしゃいました。これからサルス道の駅で、コーヒータイムをして、これから二松コッペまで、走っていこうかなと思います。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。